でも11月終わりか。早いね。早い。へえ。そっか、今日で終わり。来週がもう12月で。クリスマスですね。全然クリスマスもやったくれもないよね。毎日年思うけど、この時期。確かに。大人になったから、おじさんになったから。違う、二十歳の女の子、それはクリスマスはもう楽しい。一年で一番楽しいんじゃないかな。やっぱそういう。喋ります。この間、私バイトをしてるんですけど、はあ、はい、まあまあ、お店で働いてまして、うん、はい、ちょっとどこのお店っていうのは言えないんですけど、はい、はい、いいよ別にそこは流しといて、はい、それで、で、はい、まあまあまあ、そこで、はい、お客さん来るじゃないですか、はい、そしたらその日この親子のお客様来てて、若い、まあ、夫婦の方と小さい多分幼稚園生ぐらいの女の子、はい、で3人で来てたんですね、うん、でそれでお母さんがこの試着してる時に、お父さんと娘さんは待ってるじゃないですか。あ、そうですね、お父さんが、はいはい、試着してる時に、そしたらこの2人で遊んでるんですよ。で女の子が急に、うん、お父さんお父さんじゃんけんやろって言って、あー、なるほど、あ、お母さんが試着していてですね。そうです、お母さんが試着していて、お父さんと娘さんが待ってて、はい、お父さんじゃんけんやろって言って言い出したんですね、うん、はい、でそしたらその女の子が最初はグーって言って、そしたら有名なドリフのじゃんけんをし始めたんですよ、うん、でも普通のって最初はグー、いっかりやちょうすけ、さ、頭はパー、正義は勝つじゃないですか。あ、昔の、はいはいはい、全部、うん、そしたらその女の子がやったのが、うん、最初はグー、イタリア長介、頭はパー、正義は分かんない、じゃんけんぽい分かんない、この子何があったのって思いました。お前も何があったあと徐々にヒント出してて、洋服屋でバイトしてる完全にそうだよな、完全に今普通は分かってしまうよな、アパレルだな今飲食店からどっちかなと下手かお前は皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、井原優作です。こんばんは、上原舞乃です。さあ始まりました、ギノガルフ、はい、まあそこに疑問を持ったということですね。そうです、そうです。なるほど。本当は最初はグー、またまたグーですね。そうですね、イッカリア長介、頭はパーで、正義は勝つ、じゃんけんポンだったんですけれども、でもすごいね、そのフレーズだけちょっとでもね残ってるんですね、今もね。じゃあ行こうかね。もうあれから多分40年ぐらい、3、40年ぐらい経ってるんじゃないですか。そうです、やってた頃よりも。なのでそのお父さんも、うん、どこでそれを知ったのって驚いてました。そうね、うんうんうん、でじゃんけんは誰が勝ったの。じゃんけんはお父さんが勝ってましたね。いやー、はい、遠慮ないね。遠慮なかったですね。いいと思います。いや、そういうの勝負の世界はしっかりこう、ね、うん、厳しく教えた方がいいですよ。ドリフのね、その言葉でずっと残ってるのって、ね、うん、またやっぱアインとかもやっぱ未だにちっちゃい子もやるじゃない。やっぱりそのバカ殿が続いてるっていう影響もあると思うんですけど、バカ殿みんな好きだからな、ちっちゃい子。本当にちっちゃい子はバカ殿で笑うので、うん、それを見てると安心します。わかる、安心する。そうそう、安心する、安心する。笑いの、なんていうのだろう、基礎というか、最初はああいう感じで入った方がいいんだろうなって思います。なるほど。そうだよね、うん、今のちょっと例えば水曜日のダウンタウンみたいなのから笑い入ってしまうと、いや、そうだね、ちょっと、うん、歪むというか、うん、なんというか、わからないけどね、面白いけどね、面白いんだけど、ちょっとクッキーとかで大笑いとかしてたら、そうそうそう、ちょっと怖いですね、ちょっと怖いかもしれない、うん、先々怖いなって感じがするんですけど、うん、でもクロちゃんとかやっぱでもね、うちの娘とかやっぱね、子供大人気なんですよ。へえ、ね、そうなんですね。怖いもの見たさんなのか、やっぱその面白さなのかね、怖さとまた面白さがちょっと、まあまあ、隣り合わせというか、結局そういうのって影響されますから ね、 ね、感性って特に子供の頃ですから。確かにそうですよね。そう、全員集合を見てた、ひょうきん族見てた。あ、僕は全員集合派、全員集合、僕も全員集合派だったの で全員集合が先に終わりました。でその後にやっぱりひょうきん族、はい、ちょっと見 て、うんうんうん、見てでしたね。まあでも加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビになったので、うん、またそっちを見てみたいな。でも最後らへんはね、よく
歌になったらちょっとかあの反対のチャンネルああもうそのパターンそしたら竹ちゃんマンちょうどやってるみたいな竹ちゃんマンやってるんですそうなんですよすごいいろいろ出てきますねいやいやもうそのパターンです前半のコントが終わってゲストの歌が始まったら八、うん、に変えて、うんはい、竹ちゃんマンがしばらくしたら始まる竹ちゃんマンは何ですかあそうだよなあコント番組ってことですかまあそうだねコントだよね。コント。仮面のリーダーとかって言ったらヒーローのパロディーでやるでしょ。はいはい。そういう感じでスーパーマンのパロディーみたいな感じでタケちゃんマンって言ったら近いのかちょっと違うかもしれない。まあ、昔さ、あの、うんうん、高い建物の上に、はい、あの飛行機が落ちないように赤いランプが点滅するでしょ。高いビルとか。うんうんうん。わかる？はいはいはい。わかります。あれタケちゃんマンだと思ってた。まさかの。子供の頃。あタケちゃんマンが。いたりいなかったりするといたりいなかったりする子供たちの夢ですから、ね、ヒーローですから、ね、竹ちゃんマン竹ちゃんマンですねなんか可愛いですねうん、うんうんうん、そんなのがありましたけれどもはい、はい、そらしどおばさんうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばとゴッツ世代ということでちょっとじゃあ下なんですね我々よりね、 そうですね、はい、セクシー切り込みのかゆさん風竹市場、うん、もう完全に我々と同じですね、なんか昔って結構こういうこのコント番組の、うん結構続きますよね1日で何本もありますよね昔ってまあだからコントをするためにやっぱりいろいろお金もかかっててがっつりねそうやって作り込んでやってたんで、今でも残ってるってこと、ね、コントってさ1回作ると何回でもできるから、はい、あーでも確かにそうですね、そうそうそう何回やっても面白いですもんねそうフリーで喋るのとかその時のまた面白さはあるけどやっぱ作り込みの良さっていうのは確かに今そのひょうきん族に出てた西川のりおさんが、うんまあ、いるじゃないですか神田さんね、うんうんうん、西川のりおさんっていう方がいるわけ芸人さんが、はいはいはい、今 NHK の社勤であの社勤っていう、まあ、教育番組7時からの番組で、はいまあ、いろんなコーナー面白いコーナーやるんだけどその中の一つに小学50年生のりおくんっていうコーナーがあるんですよめっちゃ面白いですよ長いのりおくんが小学50年生で、まあ、ほんとショートコーナーですよ、で、まあ、お笑い芸人他のあと2人のりおくんを挟んでる2人お笑い芸人が出てきて、で今あの高校こういうお悩みが来てるけど、のりおくんどうしたらいいみたいな、まあ、コーナーなんですけど、まああのね、西川のりおさんのあのデタラメな回答で、なるほど、笑いを誘うみたいな、まあ、それですんごい面白いですよ、すごいハマってて、わちょっとチェックしてみよう、面白いです、朝の番組ですよね、朝の番組、へえ、烏森テアラさん、羽飛びの世代ということで、羽飛びも全然若いですね、私もそっちですね、何見てたバラエティーは、ワンナイトか、バラエティーはワンナイト、わかんない、ゴリエさん、ゴリエの、ああ、いやでもあれはあんまり記憶にないですね、羽飛びやっぱり、羽飛びとかあとめちゃイケ。あ、めちゃイケやつ、めちゃイケは長いから、ね、20年やってたからね、うん、羽飛びが一番ですね、自分はあとはお笑いポーポーかな、お笑いポーポーさあということでね、ここから進めていきたいと思いますけど話長くなるから、じゃあこの1週間何があったのかなのコーナー行きましょうか、はい、じゃあ矢さんから、はい、はい、僕はですね、この間の日曜日に、小鳥フェス、あーはいはい、ニュースでもやってましたよね、そうそうやってて、まあ実はまあ僕の、嫁が、奥さんが、妻が、はい、なんで3パターンの言い方したんですか未だにどう言えばいいかが分かんないんですよ、このまあでも、ね、正しくは妻なんでしょうけど、本妻がです愛人いるぞ愛人いるぞ、気をつけろ気をつけろ、今の言い方はイベントの司会でまあちょっとお手伝いしてて、はい、それで僕もちょっとお手伝いでその日行ったんですけど、宜野湾市民会館でやってて、はい、まあ、あの2年目になるんですけど、はい、これがまあどういうイベントかって言ったら、まあ、あの2年前に緑ヶ丘保育園に米軍のその木が、落ちてきたと、でそれが未だにちょっと解決されてないというか、米軍側はそれが飛行機の落下物っていうのは認めてるけど、それは僕たちは落としてないっていうところの状況がもう2年ぐらい続いてて、あ、部品が落ちた、部品がって、まあ大きなニュースにはなったんですけど、それがまあずっとその緑ヶ丘保育園に当時お子さん連れてた、あ、お子さんを通わせてた、あのお母さんが主催になって、でそれをもう忘れないようにというかということで、はい、で、お空は小鳥だけが飛べばいいのになっていうところの、ところから小鳥フェスというイベントを去年からやっていて、まあ、それでも固いイベントじゃないです、子供たちも呼んで、で今回普天間ショーのブラスバンドだったりとか、あともう有名どころもどんどん呼んでるんですよ、麦かっこ猫さん、はいはいはい、で伊佐尾名越島、あのヤギのシルーさん、うん、で小ジャミサコさんもあって、で無料なんですよ、しかもイベントが、あ、
無料なんですね。無料でやってもう500人ぐらい来てて、すごいね。すごいよ。だからやっぱりそのイベント盛り上がって、うん、だけどやっぱりちょっとやっぱその子供たちを守らないといけないというそのお母さんたちの思いもすごい伝わってて、すごいいいイベントで、うん、なんだろう、やっぱ子を守る力っていうか思ってる心っていうのはやっぱりお母さんって強いんだなっていうのをすごい、うん、お父さんが弱いわけじゃないんですけど、うんうんうん、やっぱお母さんってやっぱその子を守る本能っていうか、まあ、一番の原動力は多分そういうことなんでしょうね。そうですよね。だなと思ってすごいいいイベントで、ダダじゃないウルトラマンの怪獣が出てきましたね急にダダが出てきましたけど、ただやっぱりこれがまあ2年目なんですけど、うんうん、来年はないようにしようねっていうことが、あ、まあ、それが一番ないのが一番理想というか、うん、それが解決するのが、うん、まあ、米軍もそれを認めて、うん、で空を、ね、保育園の空をいまだにその米軍機飛んでますからね、うん、そうですよね、飛ばないようにするのが一番のこのイベントの趣旨なんですけれども、うん、なるほど、来年もないようにということで、うん、いいイベントで、まあ、打ち上げにもねちょっと参加して、お父さん僕だけだったんですけど、もうただただビール飲んで、なかなか打ち解けれないじゃないですか、ですね、お父さんって急にお母さんの方に、ね、うんうん、いたら小田美佐子さんもいたんですけど、うん、なかなかもうずっと俺僕ずっとビール飲んでいいですね、家帰ってコロッと寝ましたね、はい、まあ、できれば小鳥だけじゃなくて親鳥も飛ばせてあげたいんですけど、親鳥も一緒にね、うん、そう、自然のものが飛んでる状況が一番 ね、 ね、いいんでしょうけど、うん、いい、すごいイベントでした。なるほど、ヤギのシルさんもすごい、あの絵本で出してるじゃないですか、うん、あ、そうね、それをあの読み聞かせてやって、うん、お友達2人出させてなんかお互い褒め合うみたいなね、あ、いいですね、いいイベントでしたよ、とっても、はい、はいはい、じゃあ続いて舞のいきましょうか、はい、とこの間このお母さんとお父さん結婚記念日だったんですよ、あら、うん、そしたらあのその日に2人で映画を見に行くって言ってて、おで、ターミネーターを見に行くって言ってたんですよ。あらあらあら、見ましたよ、あらあらあら、見ましたよ、ね、見ましたって言ってましたよね、わあ、すごい、タイムリー、はい、そうですよ、神田さんも見、お、俺、初日の初回上映で見に行った、珍しいですよ、で、それで2人見たって、あ、うん、そういえばお母さんとお父さんもこの間見たって、うん、あ、見るって言ってたやと思って、うん、そういえばターミネーターどうだったのって2人聞いたんですよ、うんうん、そしたら、うん、あ、その日が実はターミネーターがもう時間なくて、夫婦この結婚記念日にジョーカーを見たと、二人で、うん、違う映画を、まあ、見てたんですけど、まあまあ、はい、ジョーカーもいい映画見ましたよ、ジョーカーもすごい良かったって言ってて、うん、内容がとても深くて、まあ、うん、残酷な物語ではあるんですけど、うん、終わりもすごいきつい終わり方をしてしまうんですけど、うん、でもやっぱり内容すごく深くて良かったよっていうのを教えてくれたので、ちょっと今度、うん、っていうか来週ぐらい見に行こうと思います、どっちを あ、来週です、だから来週か再来週かのどっちかじゃなくて、はい、今の話で言うとターミネーターかジョーカーかどっちかって話ですよ、ジョーカー見に行きます、あ、ジョーカーの方見に行くの、ジョーカーの方見に行くか、まあ、そうか、ジョーカー、ね、そうね、前のは別にターミネーターに思い入れないもんね、そうです ね、 そうよね、僕ら世代からしたら ね、 ターミネーター、ね、ちゃんと1から見てた、3は飛ばしましたね、ああそうか、3のあの、まあまあ、女性ターミネーター、はいはいはい、はいはい、4は見たんですけど、なんとかのやつですね、はい、カナさんは3も見たんですか、僕はもうターミネーターシリーズは全部見てますね、ターミネーターとロッキーと、うん、あとなんかバックトゥザフューチャー、ああなるほど、ぐらいですかね、でもちゃんと見たのは今回のターミネーターもアクションすごいですね、はい、いや良かったですよ、本当に本当に、うん、シュワさんは、シュワさんが、シュワさんはね、あんまりないですけどね、シュワさんは、まあシュワさんでした、シュワさんでした、はい、ね、ただやっぱね、やっぱり年をね、と、まあ、もう、うん、もう何、いくつですか、シュワって70ぐらいだったかな、そんななりも、70だとしたらすごいね、うん、70でアクション、まあ、すごいトレーニングしてるらしいですよ、あ、この映画のために、うん、いやいや、普段から、今でも、あ、日常的に、そうそうそう、ターミネーターのお決まりの決め台詞わかります？舞乃ちゃん。あ、わかりますよ。はい、I'll be back。おお、いいですね。じゃあ、タケちゃんマンの。知らないですよ。決め台詞。知らないですよ。わかんないか。タケちゃんマン。勘で言ってみて、勘で言ってみて。勘で、うん、決め台詞。僕、タケちゃんマンだぞ。おお、合ってますか？全然違います。どっちですか？さあ、続いて僕行きましょうか。ですね、また副鼻腔炎になっ
ってましてですね、この間ね結構良くなってるって、良くなってたと思うんですけど、またこうぶり返して、昨日あのスポーツフォーカルやってたらずっと鼻声だったんですよ、うん、で終わってナレーションを取るっていう時だけ一瞬治ったんですけど、すごいね、なんかプロみたいだなと思いました。いやさすがですね。でも本当のプロだったらラジオの時も鼻声じゃおかしいんですけどいやいやいやらしいんですけど、まあ、うん、だからこれはもうダメだと思って、うん、あの近所の耳鼻科に行って薬だけもらってたんですよ、はいはい、だけどもこれはダメだと思って、僕がもう一番信頼している、うん、信頼を置いているお医者さん病院が、うん、与那丸にあるんですよ、うん、でその与那丸まで行ってきまして、はい、もう先生助けてくださいと、うん、もう鼻声がもう治りません、うんうん、分かりましたと、すぐレントゲンから撮って、うん、そうそう、そしたらレントゲンのカメラもなんか性能が良くなって、だいぶしっかり映るんですよ、細かく綺麗にくっきり映 映るわけ、もうほんとターミネーター の骸骨ぐらいな感じで映るのよ。でここが腫れてますねみたいな、ここがこうなってこうなって、はいはい、まあでも落ち着いてますよみたいな、うんうん、でなって、以前2年前にも来られてるんですけど、その時よりは状況はいいですと、ただ腫れてるんでやっぱ本人声が気になるんでしょうねっていう、じゃあ薬を出しておきますと、うんうんうん、4種類もらったんですよ薬を、はいはい、だから僕今薬漬けの状態なんですけれども、ね、ちょっと流行ってますけど、そのね、ほら薬って、はい、まあ、もちろんそんな飲んで効くのもありますけど、うん、副作用っていうのがあるじゃないですか。ありますね、うん、4種類、1つが漢方で、はい、残りが抗生物質と普通の薬なんですけど、うんうん、全部に下痢って書いてあるんですあら全部4つ全部全部に下痢って書いてあるんですよ。でもこの鼻炎とか鼻関係の薬ってそういうの多くないですか。多いわけ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ多い。本当に多くて、でちゃんと飲もうと思って今日朝だから起きて、早めに起きて、はい、薬をこう食前の漢方を飲んで、はい、で、まあ、いつものプロテインバーを食べ、で、その食後の薬を飲んで、はい、いたら、うん、急に眠くなってきて、うん、副作用見たら全部眠気って書いてあるんです全部ですよ4種類、全部ちゃんと効いてるんですね。普段あんま薬飲まない、漢方ぐらいしか飲まないから、うんうんうん、もうダメだと思ってもう一回寝たわけですよ、うん、あ、寝ちゃった。はい、寝て、でパッて起きたら、はい、お腹が痛いわけですよ。あ、ちゃんと効いてますね。ちゃんと効いてるわけですよ、うん、いやこれはいい。そう、眠気と下痢っていうので、うん、もう昼それで過ごして、うん、でさっき夜ご飯を食べて、うん、はい、薬を飲んできたんですよ。あ、やばい。やばいね。眠いんですよ。今すっごい眠いんですよ。ああ。だからひょっとしたら僕本番中にもう眠気が来てるんで、うん、もう一つの作用が来たら、やばいやばい。ちょっと僕いなくなるかもしれませんので。やばいね。それはちょっと許してくださいね。あんまりびっくりさせないと。急にびっくりさせたらなんか刺激が、刺激が、すぐお腹に来ちゃいそう。あんまり怒らせないでよ今日は。わかりました。はい。よろしく。今日はちょっとよろしくよ。はい。よろしく。怒らせません。はい。一応薬は本来の役割は果たしてるようで、うん、昨日よりはだいぶ喋れてます。うん、鼻声はまだ鼻声ちょっと残ってるんですけど、はい、昨日よりはだいぶ良くなってますんで。よかった。はい。ということでそんな。やばい、日々を過ごしております。やばいね。やばいですね。いなくなったらそう。神さんいなくなったらどうしますか。そうだと思ってくださいね。そしたら俺も行きます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もうなんかついていかないでください。上原舞乃のギノガルフで。ちょっと待ってください。よろしくお願いします。進められるかな。じゃあ次は行きましょう。はい、まずはセクシーヒリカムの海江さん。お久しぶりで山口からお邪魔しました。はい。ありがとうございます。そらしろばさんこんばんは。はい、こんばんは。くみもさんこんち。はい、こんち。アッキーさん、こんばんは。チューブトリムハーフマラソンハーフコースを2時間5分19秒で完走しましたということで、はい、おめでとうございます。那覇マラソンも、はい、頑張ってください。今度の日曜日ですから ね、 そうですね。今週、沖縄にまんちゅうるさん、おさにいさんこんばんは。はい、こんばんは。ニセカベ福岡のウバピスさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、機長さんもこんばんは。あ、いらっしゃいました。こんばんは。はい、今日下痢らしいです、神奈さんだからあんまり刺激与えないでください。聞こえてないですね。そらしのおばさん、うちの4歳の息子も変なおじさん毎日踊ってるって。あ、変なおじさん、そういうことなんだよ本当に。うん、今全力ででも変なおじさん踊ったらやばいでしょ多分これで下に下がりながらなんか出ますね。もう上に上がれなくな、上に上がれなくなります。やばいやばい。火星人さん、神田さん、安田、上原さんこんばんは。はい、こんばんは。山田恵里さん、最初はグー、東村山温度、志村県の能力の高さを実感ということで、はい、そうですよね。こんばんは、どうも。
あとはどれかな、進撃のめいちゃんさん、今日からミキサーさん山内局長に変わったんですか、うん、そうなんです、今日はねピンチヒッターで山内さんが入って、うん、初めてですよね、ギルガルブね、初めて、はい、うん、どうもこんな番組です。緊張してる、いや緊張してる、緊 張, 緊張なんかしなくたっていいですよ、いや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 、もう朝だいぶ緩く喋ってるじゃないですか。カイラとね、もうカイラと、そうそうそうですよね、はい、僕たまに朝パッと起きた時にあのツイキャスパッと開いたら、あ、朝ゆるくこんな感じで喋ってんだと聞いてますよ。いや、はい、もうこのぐらいですよね、はい、もうギノガルフも、はい、もうギノガルフもゆるいのでよろしくお願いします、よろしくお願いします。ゆるいのはラジオ番組だけかな、あとお腹ですね。気をつけないといけないですね。あと義母、こんなうまいことも言うんですよ、義母、義母和彦さん。、はい、ダメだこりゃ、うん、ということで、はい、ありがとうございます。本当にね、新喜劇めいちゃんは売りなり見てたと。ジェットインコアジさん、昔カトちゃんケンちゃんのことをカトちゃんちゃんちゃんって言ってた先生がいました。もうちゃんだらけですね。ちゃんちゃん、かわいいですね。あとね、どっかにありましたけどね、はい、あ、ナルトラさんはボキャブラ天国よく見てたと。うーん、ね、これ聞いたこと、ね、流行りましたね、はい。沖縄のチュールさん、夢で会えたら、あー最高、夢で会えたら、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、はい、野沢奈緒、清水美智子、はい、清水美智子の6人で、すごい大御所の、大御所の、うん、オープニング曲とかもね、そうですね、そうなんですね。で、久美子さん、最近の笑い、自分がこけるんじゃなくて誰かをいじるのが多い。そうなんですよ、だからドリフってね、誰も傷つけないんですよ、うん、そう、それがね、好き、やっぱり、うん、なんか子供に見せる最初はこれがいいんじゃないかなと、うん、で今アマゾンプライムで全集合をやってるんですよ。そうなんですね、はい、だからたくさんやってるんで、それで見られます。はい、見よ、あと武蔵さん、かなさんやさん、まゆるちゃん、こんばんは。まゆるちゃん、サザンブリーズで、タイのお坊さんを、サイのお坊さん発言、面白かったですということで、はい、はい。ただね、言い間違えただけですからね。あ、そうですか、はい、サイの坊さん、はい、サイの坊さん、チェットインコアジさん、トンネルズの生だらって沖縄でやってました。はい、やってましたよ、月曜日の深夜にやってました。ね、時間帯が多分あと違うんですよ、月曜の深夜、夜ね、夜夜中にやってましたね、うん、なるほど、はい、という感じ。あとうちピーとか電波少年とかね、いろいろ、はい、ありました。うん、はい、ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんね、とりあえず体調は気をつけていきましょう、はいはい、皆さんもね、喉とか鼻とか、そうですね、はい、いろいろ下痢にも気をつけてください。下痢にも気をつけていきましょう、はい、はい、さあ今日ですね、うん、後半で新コーナーやろうと思ってて、うん、その名もミャージックステーションという、うん、これどういうことかと言いますと、誰もが知ってるあの名曲、はい、その曲のワンフレーズをミャーという文字で表現してみようと、うん、で、それが何なのか当てるという、そうなんですよ。例えば、はい、まあまあ、ダウンタウンさんで、はいはい、時には起こすよムーブメントです、はい、だったら、はい、へいへいへい、時には起こすよムーブメントだったら、にゃー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 みたいな感じで、あの音階はつけずに、つけずに言うので、だから皆さん、はい、よかったらにゃーだけで何か書いて送ってきてください、はい、で下に答えも書いてくださいね、うんうん、答え書かないとわからないんで、そうですね、はい、で、メールで受け付けます。ギノアットマーク fmギノワン.com、 ギノ GINO アットマーク fmギノワン.com、 ニアージックステーション宛てでぜひお送りください。何かの歌詞のワンフレーズを、うん、ニアーだけでぜひ書いて送ってきてください、はい、でちょっと話して下の方に答え書いていただければ助かります。よろしくお願いいたします。では進めていきましょう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。問題、私が USJ を去る際に表明したこととは何でしょうか。 AM っぽい、お金がない、答えは機械は信用できない、ラジオっぽいフロワーとか出ると思う。上原舞依のでお送りするイノガール、毎週火曜夜9時放送。あれですか、さあここでお知らせですって言った後に BGM、 そうですよ、そうです、はい、でちょっと聞かせるんですか、BGM、いやいや、もうそれなって喋り出したらちょっと下げるぐらい、だから美味しいミヤキラニュー
コーナー終わったらすぐリクエストに行くので、石垣島の岬の頂点がコーナー終わったらすぐリクエストみたいな流れで、ちょっと喋ってリクエストです。本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ岬牛本店へ。違う。ラジオでバトル企業。12月何日かでしたっけ？違う、田中内一さん。あ、これドローだ。そうそう、でも結果そうだ。スポーツの人。結果そうですよ。いや、違う、だってできないのに、できてないのに。絶対違う、絶対、ちょっと待って、おかしい。それはおかしい。それは絶対おかしい。じゃあ分かった、あのおまけ放送を見ている、ちゃうダメ、じゃんけんで決めよう、じゃんけんで決めてもらうのが一応、じゃんけんで決めよう。イノガルフ、いいですね、何回聞いても面白いですね。いや、これいい。そうなんですよ、山内さん、これ僕らただババ抜けしてるだけですその時の様子をジングルにした。本当に罰ゲームが嫌で嫌で、はいはい、いや、あの罰ゲームは嫌でした ね、 やっぱシンプルなのが一番いいんだな、ね、さあ、では参りましょうか。ここからはグッドフィールドグループからのお知らせです。前野、お願いします。はい、ギノガルフをお聞きの皆さん、こんばんは。11月も後半に差し掛かり、日ごとに寒さも感じるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。今日はルーミーズをご紹介します。ルーミーズではカジュアルなアウターからパーティーシーンで使えるアウターまでバリエーション豊富に揃えています。その中でもスタッフ一押しアイテムをご紹介いたします。上品できちんと感がありつつ、肩周りと袖にゆとりがあり、ラフにリラックスして着れるフェイクウールロングガウンコート、うん、シンプルな形で合わせやすく、木調の色展開で高見えします。ドロップショルダーでカジュアルダウンするところもポイントです。次に TGC 東京ガールズコレクション着用アイテムで、当店でも人気のフェイムートンジャケット、思わず触れたくなるようなファーが華やかで、うん、大人クールなスタイリングに決まるジャケットです。また柔らかい素材で軽く、着心地も抜群、年齢流行関係なく使っていただけるアイテムなので、長く愛用していただけます。そしてただいまルーミーズではアウターフェアを開催いたしております。アウター含む2点お買い上げで 20% オフとなります。他にも年末年始、成人パーティーなどで使えるワンピースも豊富に揃えています。スタッフがお客様一人一人のライフスタイルに合わせた提案をさせていただきます。ぜひこの機会にご来店ください。またルーミーズ店舗ブログも日々更新中です。新作商品、お得な情報をお届けしますので、ルーミーズ那覇メインプレイス店ブログで検索して覗いてみてください。お問い合わせはルーミーズ那覇メインプレイス店、電話 098-943-7457、 098-943-7457 番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日はルーミーズ那覇メインプレス店ご紹介しましたけれども、まず最初の、うんうん、フェイクウールロングガウンコート、これはもう一着持っとけば、いやー、これ本当に使い勝手良さそうです ね、まあ、ワンシーズンもこれ一着持っとけば、うん、ね、うん、いろいろ全然あのパーティーの、ね、このドレスとかのアウターとしても使えますし、普通にデニムと合わせてカジュアルにも着れそうなので、かっこいいですもんね。で、もう一つ次、TGC、うん、東京ガールズコレクション着用アイテムで、はい、人気の、フェイムートンジャケット、うん、これ最近結構多いですよね。ちょっと見かけますよね、うん、なんかこの感じって今年ちょっと多いですよ。多いです、はい、で、まあ、非常に軽いということですので、はいはい、まあ、流行関係なく、うん、ぜひ皆さんこれチェックしてみてください、はい。で、ただいまルーミーズアウターフェア開催中、アウターを含む2点お買い上げで 20% オフということですので、うんうん、さっきも言ってましたけど、成人パーティーとかありますよね、はい、いろいろそういう中でも使えるワンピースも豊富に取り揃えておりますので、うんうん、ぜひアウターと合わせて、ね、はい、お買い求めいただければ非常にお得となっておりますので、はい、ぜひチェックよろしくお願いいたします。今日はルーミーズ那覇メインプレス店ご紹介しました。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、ということで、カラスモリティアラさん、イヤさんの口元がセクシーということでね、あら、まあ、イヤさんの横顔をチェックする時間と、まあ、
そうですね。ということで、ツイキャスの方ではね、結構お手入れ大変なんですよね。アップだからね、気にしてね。気にしてね。あんなにカメラに近づくことはないですからね。お二人に言いたいんですけど、はい、映ってるんだったらぜひ指摘してもらってください。直すんで。いやいや、それがね、楽しみですから。そうそう、楽しみにしてる。お願いしますよ。いや、僕の義理のお父さんもそれが楽しみだって言ったんで。どこを楽しみにしてる。いや、もうだからこれはそのままでいこうと思っております。いやいやいや、はい、マニアック、はい、ということで、はい、ではここから舞の、はい、リクエスト、そうですね、はい、私リクエストで、じゃあいきますか。はい、はい、では美和さんでリブートです、どうぞ。手入れ教えてください。手入れ。あ、美和さんの。あ、手入れ。うちの手入れ。それはもう、だって。シェービングクリーム。そのクリームを塗って。一番安いやつや。量がいっぱいあるやつ。あ、お得なやつ。お得なやつ。塗って。塗って。じゃ、そのまま拭いて。ちょっと。取らないで。一回塗って拭いて。で、たら、あの美容ローラーです。意味がない。銀のコロコロするやつ。意味がない。一回塗るのが濃い。一回塗って。いや、めちゃくちゃ無駄じゃないですか。剃らないで、そう。浮いて。裏技です、裏技。これは裏技。裏技です。僕ね、あんまりこちらなんかね、ヒゲそんな濃くないんですよ。山ちゃん、そうそうそう、ツイキャスで曲が流れてますよって。あれ、今流してないんですけどね。あれ、聞こえてるらしいですよ。聞こえてるんだ。うん、今、スピーカー入ってるっていう。ね、今はどんなですかね。今、ツイキャスの皆さんどんなですか。我々は、あ、消えましたという。あ、消えました。この間、我々が喋ってるみたいな。はいはい。我々の声は聞こえてますか、皆さん。うん。聞こえてたら、手を挙げてください。はい、皆さん手を挙げてください。バッチリ、バッチリ大丈夫ですか。今週末ライブなのよ、これ。あ、そうですよね。そうですよね。頑張らないといけない。まず鼻声から直さないといけない。ですよね。必死だから。あ、よかった、みんな聞こえてて。はい、ありがとうございます。あとチケットあと3枚ぐらい売らないといけないの、これ。行きたいんですけどね、那覇マラソンが今週末、ね、そう、みんなだから忙しいのね、結構なんですよね。だから誰かもう一回声かけよう、うん、先頭の人だけもう書いとく。あ、いない。誰からやる。誰からやる。俺からやる、うん、俺からやる。宮さんからやりますか、うん、はい。あ、クミモさん、ディズニーオンクラシックと那覇マラソンをかぶった。あら、当日行けないんだ。そうか、あれですよ、センちゃん応援できない。もうね、うん、タイムフリーでぜひ応援してください、うん、いや、彼女は多分完走しますよ、大丈夫ですよ。すごいですね、フル、うん、フルマラソンだから。いや、だからそれより俺ライブのチケット売らないといけないよ。そっちの方が今心配で。那覇マラソンはたくさん来てくれるからいいけど。そうですね、応援がね、たくさんありますよね。手持ちが俺だと何枚だったかな。しかも売っても俺ギャラ取らないから。え、そうなんですか。ギャラほとんどないから、もう他のメンバーにあげる。もうこの条件ではもうやらないから、次から。すごい、それでしかも何曲も歌う。だからよ、2、3曲だと思ってたら。何曲だの。30分って言うから、5曲ぐらい歌うよ、これ、うん、おお。そろそろ曲終わりまーす。はい、じゃあ、曲を送りしてガナリガナが言うんで。そうね。あ、こうなったら出るんで、その後にN ステの。はい、じゃあ行きます。ミワさんでリブートでした。さては、エコーからお願いします。で、参ります。コーナーいきますよ。はい、ミュージックステーション。
さんイメージ合ってましたか？大丈夫ですか？だいぶ合ってましたね。ありがとうございます。もう一回聞きたいぐらいね。もう一回聞きたい。まあわかりました。山内さんがいます。山内さんが合ってますけれども、もう一回いきますか？じゃあもう一回行こうから。いきます。ミュージックステーション。絵的に楽しそうだった今、もう一回聞きたい、もういいわもういいわ3回はちょっと3回は飽きる。さあということでニャージックステーション、はい、まあ、初めての試みなんですけれども、うんうん、誰もが知ってるあの名曲、その曲のワンフレーズを、うん、はい、ニャーという、うん、まあ、猫の鳴き声ですね、ニャーという文字だけで表現をしてみました、うん、で皆さんはこのニャージックがなんだか分かりますかということで、ぜひ皆さん当てていただきたい、うんうん、ということです。で、MC まず我々がそれぞれ、曲をその出しますんで、はい、ツイキャスを見てる方は、ぜひそちらから見ていただいて、で、もしツイキャスじゃなくてリスラジとかで聞いてるという方は、僕ツイッターに上げます、うんうん、打ち込みますから、うん、はい、それを見てまた当てていただければなと思います。そうですね、はい、じゃあ早速、はい、初めにじゃあちょっと僕から出しましょうか問題、うんうん、はい、じゃあこれね難しいかもしれないけどちょっとやってみます。あの音階はつけないで、音階はつけないで、はい、これそれ難しそう、読んでみてくださいね、はい、じゃあ1問目こちらです、まあ、はい、デデン、お願いします。読んでもらっていいですか？ミャー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 ですミャーじゃないです、ちょっと帰ってもらっていい？ミャーミャーじゃなくてニャーでお願いしますミャージックステーション、あ、ミャージックステーションが正解だったかな。ニャ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 にゃーにゃーにゃにゃー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 、ほう、うん、合ってると思う。最後なんかちょっと当てはまりそうですね、これね。まああるワンフレーズなんで、歌い出しですね、これ。歌い出し、おー、あー、ヒントは歌い出し、歌い出し、前の、あ、皆さん絶対今日やーやーは出ないのでそうですね、やーやーやーは絶対出ないので、うんうん、はい、ちょっと待って、にゃーにゃ、にゃ、にゃ、え、前のちゃんもう一回言ってもらって、私もう一回ですか？言ってもらっていい？みゃー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 って言えば何よ、そういうのはいらないわけ、ここはそういうのいらないもう混乱するからみんながにゃーですね、にゃー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 、うん、お、来た、いやちょっと遠いな。基本的に皆さんこれは誰もが知ってる曲を我々チョイスしてるはずで、有名な曲だと思うんですけどね。もう一つヒントもらえます。男性アーティスト、男性、ちょっと時間もないんでもっと大ヒント言いますよ、はい、はい、ピアノ弾いてます。あ、わかんない。あー、分かった。これは分かった。分かりました。僕は分かりました。え、言ってください。じゃあ、そのメロディー乗って言います？当てていいですか？はい。いきますよ。はい。はい。にゃー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 、正解！すげえな。なるほど。15番目の男さん、城西小学校の校歌。違います。みんながわからないんで、いやそう、噛んで愛は勝つが正解でした。難しい、うん、っていう感じで皆さんやっていきますので、はい、じゃあもうどんどんいきます、はい、前のちゃん、じゃあ次前のいきますか、変えちゃって変えちゃって、はい、はい、正解は噛ん愛が愛は勝つでしたね。これにメールも来てますよ。あ、そうか、うん、じゃあ後で皆さんからの、ね、そうそうそう、ただね、うん、ファッと見たんですけど、はい、クミモさんの、うん、とりあえず今ちょっと言いますね、はい、全然わかんないんですけど、はい、にゃーにゃ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 
にゃ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 。クミモさん長いな。これ本当ワンフレーズか。これサビとか答えがまだ見えてないんですけど、ちょっとねこれ気になりますね。サビかそのまあ頭出し短いのもあるね。うん。とりあえずちょっと前のちゃんに行きます。はい、はい、私できました。じゃあお願いします。はい。じゃん。ちょっと映るようにした方がいいかもね。はい。じゃあ一回読んでみて自分で。一回自分で見ながら見ながらでいいよ。一回見ながら見ながら。あ、私が。はい。一回読んでみて。カナ怒らすな。出るよ。何かが出るよ。います。います。はい。にゃー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 。にゃー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 。下手か。にゃー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 。待ってよ、行ってみてよ俺も。おお、分かった。いや、にゃー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 。わかんなさい、今ちょっともう一回。にゃー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 。え、ね、これ男性女性？男性です。いや近かった、これ近かったです、めっちゃ。ただ読んだだけですけどね。で、こっちすみません、切りますね。にゃーにゃーにゃーにゃ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 。あ、ちょっと北酒場ではないですね。北酒場ではない。違いますね。ええ、ちょっとわかんない。もっともっとヒントちょうだい。うん、見えないか。これは、サビですね。あ、サビ、はい。そう。男性。そうです。男性の歌手で。これギノガルフのツイッターに今同じの上げてますんで、もしよかったらギノガルフのツイッターぜひ見て、もらえれば。わかると思います。第2問を上げてます今。これどんどん言っていったらわかるんじゃないか。にゃー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 にゃサビ。はいはいはい、合ってます。にゃー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 。はい、そうです。男性。はい、男性です。一人。はい、一人です。じゃあ大ヒント言っていいですか。はい、大ヒント、小ヒントがいいですね。小ヒント、はい、あ、優しい歌声の持ち主。あ、いい、そう、はい、そういうのがいい。こ、サビ？サビです。あの、みんなが近いところ言っていいですか。はいはい。にゃにゃにゃ。うん。めっちゃ近いです。あ、ここは今の感じなんだ。そうです。にゃー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 。ゆっくり言ってみてください。最初のフレーズも。はい。にゃー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 。え、前のだけ楽しんでる。全然わかんない。にゃー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 。合ってる。合ってます。このリズム。はいはい、ゆっくりです。にゃー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 。水田さん、小田和正って来てますけど。あ、はい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 、当たってますよ。小田和正って当たってる、はい、そうです、当たってます。え、小田和正って言ったらラブストーリー。違います。えもしかしてラー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 。これ、お前にゃーってやってるやつをなーの曲を選ぶって何か。もう最初のさ、一問目のやつで言葉にできない。そうです、そうです。にゃー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 。言葉にできない。言葉にだよ、にゃーだったらこっちにゃん。言葉にだからにゃーにゃーにゃーじゃない。にゃにゃにゃー、まあいいや。ということでした。正解は、小田和正。これ書くのを間違ったらえらいことになる。ですね。リズムも。もう迷宮に入ってくる。ここ気をつけよ。これは気をつけよ。はい。
じゃあ次でも最初のところは合ってるからな。あ、にゃーにゃー。じゃあ次僕にゃーにゃーにゃーか。はい、いや難しいねやっぱねこれね、うん、当てたらいいな。まあ最初簡単なのを答えていきますよ。うん、簡単なのいきましょう。2人ともね多いのよ。うん、おお、あ、じゃあカンナさん少ない。書いてますね。ただニャーしか書いてないですけどね。真剣な顔して、いや、なんかね、サインでも書いてそうな、うん、なんか、はい、少ないですかこれ。いきます、はい、これです。ニャー、僕読みましょう。はい、はい、ニャー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 、にゃーにゃーが2回来てるね、上と下ね。にゃー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 、うんうん、にゃーにゃー、あっ、やばい、怖い、嘘、本当に、あ、違う、いや、今、いや、大黒巻かなと思う。大黒巻、違います。あ、ちょっとそれも、ラだからやややとかララララはやらないです。さっきのがまだ入ってる。にゃー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 。ヒントください。女性です。女性一人で、一人です。一人。にゃー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 。待ってよ。一人。あ、じゃあ聞いていいですか。はい。平成ですか、昭和ですか。あー、それはいい質問ですね。お、それはいい質問ですね。はいはい。多分ですけど、はい、平成元年ぐらいだと思います。元年ぐらい。元年の女性。元年、この曲がもう最後の代表曲みたいな。最後の。女性で。元年で、小学5年生だな、これ。ちょっと、そうなんですか。うん、にゃー。ヒントじゃあ2つ目。はい、はい。東京ドームで。はい。ああ、ってことはあれか。お、わかりましたか。うん、出てきてる。今出てきた。さあ、誰でしょう。もう一度言いますね。はい。にゃーにゃー。にゃー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 。にゃーにゃー。多分平成初期までだから東京ドームだったらあれですよね。はい、活躍されてましたね。君はセンチメンタルカンガルーとか歌ってる人。違いますね。うわ、そのど、え、もう出たけどどうする。あ、もう出します。いいですか、出して。はい、常夏郷さん正解です。正解はにゃー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 。川の流れのように。正解おめでとう。すごい、すごい。いや、ツイキャスの皆さんすごいですね。すごいですね。めっちゃ当たる。川の流れのようにでした。なるほど。うわー、すごい。め、すごいの。メールでいい問題来てるんで1個いいですか。いきますか。はい、答え分かってますよ。はいはい。これね、でもちょっとあのラジオネーム書いてないので、うんうん、これでもね、いい問題。いやー、にゃんも入ってるよ。難しい、これ。すごい。面白い。トコナツコンさん、すごいね。うん、はい、はい、あ、はい。ちょっとじゃあ、どなたかわからないんですが、行きましょう、はい、お願いします。僕読みましょうか。読んで。はい、にゃ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 んにゃるにゃらい。うん、どういうこと。にゃ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 んにゃるにゃらい。うん、ちょっと待って、もう出てるよ、出てる。何言ってるか全然わからん。にゃにゃにゃ、ちょっとアップテンポで言って。アップテンポで。にゃにゃるにゃらい。にゃ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 んにゃるにゃらい。にゃんにゃにゃるにゃらい。うん、これいい問題だと思うな。にゃにゃるにゃらい。にゃ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 んにゃるにゃらい。
リズムよく。男性です。あ、カラスモリティアラさんが送ったやつって。あ、そうなんですね、ありがとうございます、はい、いい問題、カラスモリティアラさん。男性グループですか。いえ、ね、はい、これ言ったらわかるかな。言っていい、第二ヒント、はい、俳優さんでもあります。はあ、俳優有名なにゃんにゃる、あるドラマの、有名なドラマのエンディング曲かな、うん、これはどこですか、サビですか、頭ですか。サビですね。サビでもサビだけど、ドア頭でもここが入ってくる。ああそう、うん、繰り返しじゃあるってことですね。にゃんにゃ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 んにゃるにゃらい、うん、にゃんにゃるにゃらいっていうのがポイントですね。にゃんにゃるにゃらい、うん、にゃんにゃるにゃらい。もうにゃばかり売ってるからもなんかおかしくなってくるよな、こっちが。面白いな。いや、いい。にゃ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 、言い方はそんな、にゃ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 言い方はそんな、にゃ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 るにゃらい、うん、にゃ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 るにゃらい、そう、にゃ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 るさあ、あー、なるほど。出ました。あー、答え出てますか。じゃあその曲に乗せてカンナさん歌ってみます。いいですか。はい。にゃ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 るにゃらい。でかー。小田裕二さんでラブサンバディ。わあ。すごい。伊勢亀さん、遠山の金さんのエンディング違います。違う違う。15番目の男さん、舘ひろし、冷たい太陽、違います。わかんない。これいい問題だね。ジュルさんすごい。すごい、なんか。ね、にゃんにゃるにゃらい、にゃ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 んにゃるにゃらい。あー、すごい。菅島さん、福山、僕も福山と思ったんですよ。そうそうそう、間違えるかもね。へー、あ、これいい問題だ、いい問題だな。へー、ということでお時間か。はい、はい、ということでこれちょっと面白かったので、また第2弾どこかでやりたいと思います。はい、では一旦 CM です。いい問題だな、これ。うん、めちゃくちゃいいですね。面白かったですね。でも美空ひばりさんを、はい、俺も問題にしようかなと思ってたのに。あ、そう、私も思ってました。マジで、はい、なんで出なかったんだろう。確かに、アムロナミエットばっかり思ってた。うん、自分もなんかそこら辺だなと思ってました。当てたかったな。いや、でもなんかすっきりする、当てたら。確かに、うん、かなり一問当てたんだよね、あの最後、愛は勝つ、愛は勝つ、うん、当てたいな、うん、はい、いいですね。ただにゃーばっかり書いてると、うん、分からなくなる。なんか字がこんなだったかなみたいな。あ、確か同じものです。なんかあるんだよね、そういうのね。なんとか崩壊みたいな、ゲシュタルト崩壊みたいな。なんか企業本店へ。じゃあ前の締めてください。はい、はい、なんかね、なんかですね、なんかねじゃないですね、なんかこの空気も湿ったりしてすごくなんか湿気たり、いろいろな菌がまき散ってると思うので皆さんそれを避けながら日々過ごしてください。こいつ何言ってる。ギノガルフ、ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。山内さん、これがギノガルフの誇る我々二人のジングルです。はい、ヤさんとマイノの、はい、いや、ヤさんの良かったですね。見たか。俺たちの底力。でもね、やっぱこの最後にマイノのジングルちょうどいいですよ。ちょうどいいですか。いいと思います。よかった。はい、じゃあマイノ何かお知らせありますか。はい、OBP、はい、明日ですね。明日11月27。セカンドアルバム27でいいですよ。27、はい、OBP のセカンドアルバムストリームが
明日発売となります。はい、なので皆さんぜひ CD ショップぜひ足を運んでみてください。そしてそれをこのセカンドアルバム発売を記念して12月8日に那覇の D 国際プラスにて15時からリリースイベントも開催しますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。以上です。はい、はい、じゃあ僕からも金曜日に、ワフェカバーフェスという、うん、三河健一郎さんと一緒に対バンをするんですけれども、はいはい、チケットがあと3枚ありまして、はい、誰か来て訴え、いや本当に本当にもうこれ売っても僕はギャラゼロなのでもうメンバーにあげますのでぜひあと3人、はい、そうですね、三河さんとあとは出版社のバンドとで僕らもやりますから、うん、がっつり歌いますんで、はい、そうですね、がっつりニャーで歌うんですよ ね、違いますねニャーで歌ったらみんながポカンとしますちゃんと歌いますからぜひ、はい、ちょっと金曜の夜なんですけれども、うん、はい、前より1500円で、うん、売っておりますんで、場所は元バンターハウスのサウンズグッドでやりますんで、11月29日いい肉の日夜7時からですので、ぜひで詳しくは僕のあの SNS、ぜひ見てください。でそこからチケットの申し込みもしていただければと思います。あと3枚です。誰が来て、うん、お待ちしております。はい、はい、ということでね、あとブルガリ3000さん、ギノガル待たせたな来たぜということでね、エンディング3分前に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。でソラシドーマさん、カナさん1時間持った、眠かったのに ねなんとか、にゃにゃ面白かったんで、はい、お腹も大丈夫でした。はい、ありがとうございました。さあというところであっという間のお時間です。ちょっとまた僕のツイッターのアカウントでおまけ放送やりましょうか。はい、お付き合いください。よかったら、はい、一旦締めましょう。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と三原優作と上原舞乃でした。それでは皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。バイバイ。はい、でこの後電話つなぎようがはいはいはい、あるんで、僕らはじゃあもう僕らで、はい、あっちもスタジオ送ります。はい、怒ってるんかお前やばい、今日2度目だ。携帯落とすの、やばいです。楽しかったです。あっという間だ。女です。はい、で、なんだっけ、我々こんなです楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。これはどうするの。当てたらきりするな。当てたらね。ですね。マユミさん。はい。そりゃそうだ。当てもでも。まめっちゃ普通のこと言った。不思議なこと言った。俺がいない時に突っ込む人いないから。やめてもらって。わかりました。なんで普通に普通のこと言ったから。いや、当てるまでが難しいんですよね、みたいな。そうだわ。あれそうだわ。そうだよ。ヘッドホン。Thank you.